愛つなぐアリア、ファイナルファンタジー8実況プレイ。皆さんこんにちは、アラニです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回はですね、このティンバーにやってまいりまして、散策をしておいたと思います。で、パブの方に行くはずです、次はね。で、ご報告がありまして、レベルを見ていただければわかると思うんですが、少しレベル上げというか AP 稼ぎをした結果レベルが上がったみたいな感じなんですけど、このアビリティ、魔法生成を覚えることができました。で、まあ、こういうアイテムからケアルが10個生成とか、とんでもない有能なね、アビリティを覚えたので、今後ね、ちょこちょこ使っていければいいかなと思います。ただまだ崖の魔法より先に裸系の魔法があると思うんですけど、エイトもそうだよね。その辺の魔法より先に作っちゃってもいいのか、ちょっと迷いどころではあったりします。まあ、サクサクはいけるんですけどね、作った方がきっとドローの手間がなくなると言いますか。ここのブリザ側回復してませんか？あ、ダメか。隠しポイントとかはどう？お？隣の彼女を手に入れた。あ、なんだ、なんかチャリーンって言った、よくわかんないけど、何の話してたっけあれ、何の話してたっけ、全然わかんなくなっちゃった。まあいいか。そう、ドローの時間はね、短縮されると思うので、今後その生成ができれば。お、あそこにもドローポイントがある。いいカモがいたぜ。へ、田舎者のくせにあいつなかなかいいもの持ってたな。おい、いい加減にしとけよ。ただでさえティンバーのやつらは俺たちガルバディア兵に反抗的なんだからな。お、気づかれた、捕らえろ。さて、この人たちは倒さなきゃいけないよね、きっと。じゃあまあサクッと倒していきますか。この人たちが持ってる魔法ももう手に入れてあるので100ずつ。あ、やばい、失敗した。あ、でも強いな、リナ。リナも結構、何、物理攻撃派なのかな。ケケー、はい。あ、ダメだった。AP、 お、ブエルのカード、なんだ、カードをもらったぞ。ちょっと敵が多いな。この街中でも出てくるのがちょっと意外とめんどくさかったりするんだよね。よしよしよし。で、次 GF たちに何を覚えてもらおうかなっていうところで、ジャンクションできるやつを、おっとっと、選択しておいております。砂漠行き方面、ん？砂漠方面行きの列車は運休中。と、ティンバーショップ、フェニックスの甥っ子かとか。あ、で、この所持金が増えているのは、そのレベル上げというか AP 稼ぎをしてる時にお給料が入ったからです。ここら辺ちょっと買っといた方がいいんじゃないかな。え、おい、5個ずつぐらい、1、2、3、4、5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 、通常だ。この弾はなんだ。うん、こんなもんでいいかな。テントでケアルガを生成できることが分かったので、結構これはいいんじゃないかなと思いますが、まあ、ひとまずはね、生成せずやっていきましょう。へっ、どいつもこいつも、俺はただドールから旅行に来ただけだってのに、この人がなんか奪われたんか。大統領が帰るまで列車は動かねえし、ホテルもお偉方の関係者が使うから一般の客はお断りだと。
ガルバディア兵には因縁つけられるし、このなんかテレビ画面に映ってるやつ怖いな俺の大事なカードを持ってかれるし、ろくなことがねえ。あ、さっきのカードかな。いつもそうさ、あいつらは。他人のものは自分のもの、力さえありゃ何でも手に入ると思ってやがる。この町でさえ力で手に入れたんだ、そりゃあ金でもカードでもな、何でも手に入れるさ。そうそうそうなんだよ。だいたい大統領を拉致しようなんて企みやがったレジスタンスが悪い。あいつらが騒ぎを起こした。うわ、雷がごめんなさい、めちゃくちゃ光ったのでびっくりしちゃいました。あいつらが騒ぎを起こしたせいで列車は止められるし、ガルバディア兵がうろうろしだしてこのざまだ。失敗するならやるなってんだ。よそから来た一般市民に迷惑かかるのがわからねえのか。耳の痛い話だ。ちょっと、分かってないのはあんたの方だ。レジスタンスはティンバーの未来のためにクソ大統領の勝手な行動を阻止しようとしてるんだ。あんなクズ大統領が頭だからガルバディア兵もクズ野郎なんだよ。レジスタンスとは関係ない。こうやって守ってくれる人も多いんだな。けただ、まあ旅人がそう悪態をつきたくなっちゃうのもわかる気がする。酒の見分け方を教えろ。そうだな、まあ大まかに分けて、ラベルは赤と緑と黄色の3種類、味は苦いのと甘いのってところだな。3種類あるのに2種類しかないの。ああ、甘口辛口でその中間みたいな感じ。苦いのはうまくて甘いのはまずいとあのおじさん思い込んでるみたいだよ。うちの酒はどれも美味しいのにね、もっと深く味わってほしいもんだよ。苦いのがお好きと。裏通りに行きたいのか。今はちょっと無理かもしれないな、彼がなかなか頑固でね。無理にどかそうとすると暴れて困ってるんだよ。そうか、ちょっととりあえずこの辺散策させてもらって、いやでも雑誌みたいなのはなさそうかな。話しかけるか。そこをどいてほしいんだが。こんな若造にまで邪魔者、邪魔扱いされるとはな。マスター、もっと酒くれ。酒、酒をおごって機嫌を取る。カードのことを正直に言う。何もしない。カードのことを正直に言えばいいんじゃないの。取り返してあげたよ、どうぞって。これはあんたのカードじゃないのか。ん、あ、これはなんでお前が持ってるんだ。表で拾ったんだ。本当に？まあいいか。わざわざありがとよ。気分がいいからそのカードはあんたにやる。あ、いいの？しかもこのカードもつけてやろう。さーて、邪魔者は退散退散と。トンベリのカード。ありがとう、いいの？おい、そこのマスターさんよ。自分で立てねえからよ。ちょっくら引っ張ってよ。少し落ち着いてくれたみたいですね。まさかの横移動ズリズリと。ウィーヒック、もう飲めねえ。記憶ないかもねお酒が抜けた時。ちょっと対応に困ってたから助かったよ、ありがとう。どういたしまして。ここにも酔っ払いさんか。う、気持ち悪い、飲みすぎた。そこの角っこにある置物は最初からそこにあったぜ。角にある置物？酔っ払って持ってきたのは俺じゃねえ。他のは俺だけどそれは違う、信じてくれ。どこ？どういうこと？置物？お、なんだ？あ、上から見てるね。我々レジスタンスは大統領、あ、しかし今度こそ大統領やっつけるのだ。あんたたち拉致って何か分かって言ってるの。鬼ごっこちで捕まえてお尻ペンペンすることだってハガちゃんが言ってた。まあそんなもんかしらね忙しい、拉致できたわよ。はーい、いってらっしゃい。お、
ガバーでしょ、佐渡にある置物、西部のこと、まあいいや、わかんないけどセーブする一応特に何もしておりませんが、よし、一応探索してなさそうだから行くか。猫、あ、特に何もなし。おっと、もうこう行っちゃっていいのか。ウェルカムって書いてある。お、ガルバディア TV ステーション B ブロードキャストインポータントで終わり。なんか上のやつ怖いんだけど。インフォメーションリガーディングザフューチャーオブ、な、そのじらしてる感じあ、ガイザー TV だ、ガイザーテレビか。 Bring me back there I am Arrive here I will never let you forget about meBring me back there I am Arrive here 一緒か。 I will never let you forget about me。 これ気持ち悪いよね。何なの？このノイズがほとんどの周波数帯で流されているんだ。これを何とかしないと電波放送なんてできないはずだ。黒背景に赤字って怖いよね。あ、そうだね。お、大統領がスタジオ入りしたっす。警備兵がものすごく増えてるからもう突入は無理っす。突入は無理か。ね、作戦変更しよう。大統領帰っちゃえば警備の兵士ほとんどいなくなるんじゃない？だからそれから私たちの放送するの。ちょっとインパクト減るけど仕方ないよね。まともに突入してもやられちゃうよね。俺たちのことは気にするな。俺たちはあんたの決定に従ってあんたの敵と戦う。それが俺たちの仕事なんだ。私もシードだもんね。ちゃんと覚悟はできてるんだよ。シードの鏡だな。かっこ悪い。決定に従う？それが仕事？命令に従うだけなんてとっても楽な人生よね。なんとでも言えよ。あんたは俺たちを使って最高の結果を出してくれればいい。あんたたちにできるとは思えないけどな。あー、ちょっと倹約ムードになってますよ。何よ、何かあるなら言いなさいよ。どうしようかな。でもちょっと気になるな、スコールが何を言い返すのか。言ってやる。あんたたちはどこまで本気なんだ。3人で床に座って作戦会議。その作戦もすぐに変更だって。しかも俺たちの意見がないと決められないんだろう。そんな組織に使われるこっちの身にもなってくれよ。次、いや、ちょっとフォローしておくか。さすがにスコールの印象も悪くなっちゃうのはちょっとなんかな。でも正しいこと言ってると思うんだよ。スコールはスコールで悪かったな。ちょっと言い過ぎた。でも現実問題そんなに甘くないっていうところもあるよね。相手が相手なだけに。なんか私勘違いしてた。シードが来てくれたら何もかもうまくいくと思ってた。でもそんなに簡単じゃないよね。みんなは雇われただけだもんね。仲間ってわけにはいかないよね。作戦は中止します。一時解散にしましょう。まともに突入してもやられちゃうよね。あのね、やっぱり子供の遊びみたいに見えちゃう？
でも本気なんだよ。痛いくらい本気なんだよ。いやでも他の2人の経緯を聞いてるからな、そりゃ本気だろうよ。あれ、ゼルが追っかけてきてくれた。おお、びっくりした。暴走が始まるのか。お、スタッフがいっぱいいるね。アナウンサーストテ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 ス。あ、世界の皆さん、私の姿が見えますか？私の声が聞こえますか？感激です。これはオンラインではありません。電波による放送です。実に17年ぶりに再開された電波による放送なのです。申し訳ありません。興奮のあまり我を忘れてしまいました。本日はガルバディアの輝ける星、ウィンザー・デリング終身大統領による世界の皆様への報告を放送します。終身大統領ですって。要は亡くなるまで大統領で居続けるってこと？この電波を受け取っている世界の国民諸君、私、ガルバディア終身大統領ビンザー・デリングはここに提案する。世界中の全ての争いを終わらせる用意が我々にある。やっぱり世界の皆さん平和に暮らそう宣言なんだ。しかし遺憾ながら我々ガルバディアと各国の間には解決を必要とするいくつかの些細な問題があることも事実。おお、なんだ。私はこの問題を解決するための対話を各国指導者とするつもりだ。その対話に私の代理として参加する大使を各国指導者および国民諸君に紹介したい。おい、大使を紹介するのにこの騒ぎかよ。彼女は魔女。魔女？わあ、あ、サイファー。あ、ちょっと待って全く同じ反応しちゃった。あ、ちょっと待って、先生、ケスティス先生、むやみに近づかないで。どうするスコール。彼を刺激するだけなのがわからないの？俺たちはフクロウの連中に雇われてるんだ。俺たちには関係ない。ティンバーハン、見てる？ここへ来てちょうだい。許可を得ています。手を貸して。とんでもないことが起こってるな。サイファーの独断なのかな、あれ。班長、スコール？おお、勝手に言ってくれた。あ、すごいギラギラしてるな、テレビ局。うわー、何時じゃない。なんだ？彼の身柄を拘束します。何してるんだあんた。見りゃわかるだろうが。さあ、こいつをどうする計画なんだ。計画？そうか、リノアと知り合いだったな。だから来たのか。わかったぜ。お前はリノアのチキン野郎、喋るんじゃねえ。これまだ放送されてるのかな。彼は懲罰室を脱走したの。何人にも怪我を負わせてね。この大バカ野郎。ゼル、頼むから黙ってろ。先生、わかったぜ。このバカ野郎をガーデンに連れ戻すんだな。やめろ、言うな。遅かった。なるほど、君たちはガーデンの連中か。サイファーは分かってたんだな、ゼルが口走っちゃうのが。いろいろと
私の身に何かあったらガルバディア軍は総力を挙げてガーデンを潰しにかかるぞ。さあ話してもらおうか。面倒なことになっちまったぜ。ん？誰のせいだ？後始末は任せたぞ、先生と班長さんよ。一応連れて行っちゃうんだね。ちょっと待ってね。ジャンクションがさ、ゼルしてないんじゃない？そうだよね。リノア。あ、ちょっと待って。そっくりそのまま、間違えた。リノアのジャンクションを動かしたいんですけれども。すべて。はい。で、ジャンクションして、はい。魔法。この作業がなかなか時間かかるよね。ちょっとお待ちくださいね。よし、まあちょこちょこ魔法を分配してまいりました。で、アイテムとかはなさそうかな。まあ、そんな悠長なこと言ってられないとは思うんですが、行きましょう。お、なんだ。かわいそうな少年。出た。俺に近づくな。混乱しているかわいそうな少年。さあ行くの、引くの、お前は決めなくてはならない。来るな。あ、なになに。あ、先生。お前の中の少年は行けと命じている。お前の中の大人は引けと命じている。どちらが正しいのかお前にはわからない。助けが欲しいでしょ。この窮地から救い出して欲しいでしょ。黙れ。裁判も頭悪くないもんね。だって助けを求めることは恥ではありません。お前はただの少年なのだから。俺は、俺を少年と言うな。もう少年ではいたくない。俺は少年じゃない。もう戻れない場所へ。さあ少年時代に別れを。え、なんか手振ってる。うわー、なんだ。おお、そこがワープ空間みたいになってんの。何、催眠にかけられた。サイバー、こっちこっち。ねえ、サイバーは。わからない。あいつならきっと大丈夫だよね。何がなんだかって感じですけど。お、誰かいるぞ。これは誰。ここは見張っといてやるから早く町へ帰った方がいいぞ。ありがとう。これもフクロウのメンバーかな。あ、なんだ。なんかチャリラリーンって言ったけど。あ、出た出た表示が出てなかっただけか。たびたびお給料が入るのありがたいな。アジトを見つけられてぐちゃぐちゃにされちゃったの。他のみんなは大丈夫。みんな逃げるのは得意だから。よかった、それは何よりだよ。よしよし。ではでは合流しましょうか。
しばらくティンバーを離れなくっちゃ。ねえ、私を安全な場所まで連れ出して。これは命令です。クライアントの依頼です。スコール先生にかぶっちゃったよ。了解。先生も一緒に来てくれるんかな。お、ドローポイント、ライブラか。じゃあゼルで。お、8個ストック、いいね。そう、さっき来た時なかったもんね、ここ。もうちょっと進んでいこうかな。リナちゃん聞いたよ、あんたたちのアジト大変だって話じゃないか。ほとぼり冷めるまでうちにおいでよ。じゃあお言葉に甘えて、スコールたちも早く来なさい。お客さんもみんないなくなってるね。ケアルはスコール、よし。みんなに少しずつ魔法を持っててもらった方が便利だね。なんか全部はいはいはいって渡しちゃうよりも。またブリザが探しに行ってくる。ブリザがの魅力には抗えない。どれぐらいで回復するんだろうね。少なくとも一つのイベントを終わるぐらいまでは無理かな。お待たせ。街に変化があったら教えてあげるから、それまでここで休んでな。ありがとう、狩猟ドン、ボス、なんて呼んだらいい。ボスでいいかな。ドン、ドンにしよう、ドン。あ、違う組織か、ならボスでいいか。彼女は森の狐のボスよ。この町じゃ大抵の人がレジスタンス組織のメンバーなの。本当に活動してる組織は私たちくらいだけどね。ちょっとだけお世話になろうよ。わかんないな。サイファー、何しに来たの？私たち森のフクロウのために来てくれたんだと思う。私いろいろ相談してたから。だからあいつのことあんまり悪く言わないでね。この家の者はいないのか？なんだ、うるさいね。うちには小さい子がいるんだ。乱暴な真似はよしとくれ。2階へ早く。ありがとうお姉さん。ゼルはゼルで落ち込んでるのかな。あれ、おばさん大丈夫なの？大丈夫よ、きっと。母さんには昔兵士を腕と料理と美貌で倒したという3つの伝説が残っているらしいから。最後の美貌ってところはなんかいかにも伝説っぽい。頼もしい限りだ。疲れたね。返事した猫が。ティンバーに派遣されたのが、されたのがスコールたち3人だけと聞いて怒ってたわ。ガルバディア全軍と戦うことになるかもしれないんだぞ。それなのに派遣されたのもシード、新人シード3人だけかよ。クソ、俺がティンバーへ行ってやる。まさか本気だとは思わなかった。あいつはいつでも本気だろ。それくらいわかるよな。なんかやっぱ悪友だね、スコールとサイファーって。サイファーどうなるのかしら。もう殺されている可能性もあるな。そんなにあっさり言わないでよ。なんかあいつかわいそう。
かわいそう。サイファー怒り出すな。何がおかしいのよ、ひどい人ね。ねえ、どうしてサイファーは死んでるかもって思うの？それはガルバディア大統領と魔女は手を組んだ。その大統領をサイファーは襲った。魔女にとってもサイファーは敵だ。だからサイファーがあの後始末されたとしても不思議じゃない。でもわざわざ連れてったんだよね。そうだとしても生きててほしいって思うよ。思えばいいさ。現実はそれほど優しくないんだ。思い通りになんかならないよな。だから期待しなければどんなことでも受け入れられる。傷が浅くて済む。まあ、あんたが何を望んでも俺には関係ないけどな。なんだろう、ひたすら自分を守るために淡泊に振る舞ってる感じがするね、スコール。自分が傷つきたくないっていうのが結構気持ち的に大きいのかな。優しくない、優しくない。なんだよ、悪かったな。お、ガルバディア兵たちの引き上げだよ。常駐部隊以外は撤収したそうだ。町を出るなら今がチャンス。もう少ししたら常駐部隊のねちっこいレジスタンス狩りが始まるかもしれないからね。リノアにもうちょっと話したか。ゼルに一言も話ができてない。ごめんねゼル。あ、いるじゃん。ごめんて、早く帰りたいよ。ゼル大丈夫か。ちょっと最後にするか。みんな疲れてるみたいね。おばさんにちょっと話を聞いて、これからどうする気だい。どうだろうね、どこか身を寄せられるとこはあるんでしょうか。というかガーデンは大丈夫なんでしょうか。で、出ればいい？外。班長、行くあてはあるの？とにかく町を出るのが先決。とにかく町を出ればいいってもんじゃないわ。どこか心当たりがあるのか？ガーデン関係者心得第8条7項7ページ？なんだろうね。7項。8の7。所属ガーデンに帰還不能等の緊急時、ガーデン関係者は速やかに最寄りガーデンに連絡すべし。最寄りのガーデン。ベリーグッド。ここからならガルバディアガーデンね。あ、ここの駅から列車出てるよ。学園東って駅まで行くの。駅の西にある森を越えてガルバディアガーデンに向かうのよ。何度か行ったことがあるから大丈夫よ。そういうことだ。ティンバーを離脱してガルバディアガーデンへ向かう。バトルパーティーはちょっとレベルが差が開いてきてるので、まあこうかな。で、ジャンクション入れ替えで、はい。で、いいかな。はい、オッケー。出発する。気をつけていくんだよ。これ持っていきな。やったー、ありがとう。うわ、うわわわわ、ありがとう。みんなが活躍するのを期待して待ってるから頑張ってね。ありがとね。いつでもうちに寄ってね。ありがとう。本当に助けられました。と、
こっち進んでいいのか。やばいぜ。あ、なんだ触っちゃいけなかった。オレス、オレスよ。ワッツ情報あるす。ティンバーの駅が一時封鎖されるす。絶対絶命ピンチ。そうでもないっす。まだ完全閉鎖じゃないっす。もうすぐ学園東行きの列車が出て閉鎖はそれからっす。その列車に乗るぞ。リノアも一緒に行くっすね。うん、行く。ワッツはどうするの。俺のことは心配いらないっす。たくさん情報仕入れるっす。戻ってくるからね。元気でね。スコールさん、リノアをよろしく頼ますよ。わかった。命令じゃ仕方ない。いや、マジで気をつけてほしい。わかった。あんたも気をつけてな。ああ、心配するな。クライアントの命令だからな。あんたはいいのか。ここにいて大丈夫なのか。やるときはやらすよ。シードには負けないっす。本当に気をつけてね。なんか変なフラグいっぱい立てないでほしい。感激っす。二人があっちへ行ったということは、駅はこっちか。リナはスコール班長、俺だ。あ、老人ゾーン。はいはいはい。学園東行き列車に乗るんだろ。でもパスは手に入らないぞ。失敗。しがみついていく無理やりにでも乗り込むさ。そんなことしなくていい。騒ぎを起こすな。へへん、ゲットしといたぞ、みんなのパス。ほら、これだ。あ、みんなに渡してくれるの。シードは3枚だな。班長さんに渡すよ。で、最後の1枚は俺の。最後の1枚はあんたの分。受け取れないわ。あなたのパスでしょ。う。いててててて、腹が痛い。いててててて、早く行けよ。列車が出発するぞ。ありがとう。ゾーン、また会うんだからね。ちゃんと生きてないとダメだからね。一緒にティンバー独立させるんだから。分かってるって。便所にでも隠れてるさ。早く行けよ。なんかもう本当変なフラグ立てないでほしい。リノをよろしくな。つうか彼女に何かあったら許さないからな。分かった、任せて。言ったはいいものの、今回はここで終わりにします長くなってるのでね。はい、次回はガルバディアガーデンへ向かっていきたいと思いますので、はい、ここからどうなっていくんでしょうか。ちょっとなかなか平和的解決とはいかないかもしれないですね。はい、ではここまでご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね。バイバーイ。